はい、中2の英語ですね。はい、で、比較ということに入ってきてました。ね、比較、まさに字のごとく比べるということですが、はい、2つのものを比べた結果、まあ、同じぐらいだったっていうね、比較、まあ、言及比較、これについて、まあ、前回初めて入ってきて、まあ、今日が2回目ということでございました。はい、そこで、また例文で出しましてですね、確認してみますと、はい、例えばです、I am as tall as my father で、なんていうことで、はい、ね、もうなんとなくですけれどもね、この as, as というのがなんか特徴的ですよね。はい、で、この as, as の間ここに、このね、形容詞とか副詞とかっていうのを挟んであげて、で、私は、はい、私は、ね、はい、比べたものが my father、ね、お父ちゃんと比べたんです。はい、その結果、はい、同じくらいだったのね、同じくらいだった。はい、ですので、同じくらいね。はい、ですので、私は父と同じくらい背が高いですとか、私は父と同じくらいの身長ですので、いうふうな意味で取ってきたよということですね。はい、で、それが否定になって、例えば、I am not なんていうふうに、否定になってくるとどうなるんだっけっていうと、はい、同じくらいのアズアズだから、もう同じくらいのね、ではない。かねって言ったら、そうじゃなかったんだね。はい、ノットアズアズと来ましたら、ね、ノットアズアズと来たら、はい、何々ほど何々ない、ね、はい、このほどっていうところ、ちょっとここを強調してね、紹介しておきたいなと思います。はい、何々ほど何々ないという訳でとって、はい、ですから I am not as tall as my father、ね、同じくらい何々ではないじゃなくて、私は父ほど背が高くない、ね、いうふうな意味になってくるよということでございました。ということで、アズアズで同じくらい、ね、ノットアズアズで何々ほど何々ないということでございました。アズとアズの間っこには、はい、形容詞とか副詞と言われるようなね、変詞の言葉、ね、これが挟まってくるんだということでした。で、その形容詞が使われている文章に関しては、比較的ね、あのスムーズに、これね、スムーズにというか上手にね、日本語訳取れるんですが、絡んできてる文章がちょっとね、なんかちょっとね、日本語うまく取れない人が多いので、はい、それなんでちょっと見ていってみたいなと思いますですね。はい、例えばこれです。 You can run as fast as can、 ね、はい、どんな訳で取ろうかな。まあ、やはりアズアズだから同じくらいということなんですが、そもそもですよ、そもそも、はい、どんな元々の文章、つまり比較がなかったら、比較の部分ね、なかったらどんな文章なのかっていうと、 You can run fast なんです。You can run fast、 ね、あなたは早く走ることができるという文章が元々にあって、はい、その、ね、fast、 これは副詞ですね。はい、この fast 副詞を as as で挟んであげて比べたものがその後に来る。はい、だから You can run as fast as can というね、文章になってくるわけなんだね。はい、だから、まあ、大元って言ったら変だけど、一番核というかコアというかになる文としては、あなたは早く走ることができますということ。はい、で、比べたもの、剣と比べて同じくらいだったわけなのね。はい、ですからあなたは剣と同じくらい早く走ることができますということになるの。この副詞だらまりになると、例えばね、ちょっと変な訳としては、あなたは剣と同じくらいって言っちゃうんだね、剣と同じくらい、走るのが速いですとかね、そんな風に訳取ってしまう人がね、ぼちぼち出てきちゃうね、走るのが速いんじゃなくて、剣と同じくらい速く走ることができるね、大元にある文章、 You can run fast、 あなたは速く走ることができるんです。はい、誰と比べて、剣と比べて同じくらいね、ですので、あなたは剣と同じくらい速く走ることができます。どうでしょう。だから次も I walked slowly as my grandmother ね、というところですね。はい、で、やはり元々の文というかね、比較を外した元の文としては、 I walked slowly なわけよ。私はゆっくりと歩いたんです。私はゆっくりと歩いた。はい、ゆっくりとという副詞があるから、比較、その前前後に as as と置いて、はい、as の後に、はい、ここでは my grandmother バー様っていうのを持ってきたわけだね。だからこの比較を使った文章ができたんです。はい、ですので、やはりここで私は祖母ね、祖母と同じくらい歩くのがゆっくりですっていう日本語が出ちゃうんだね。じゃなくて、私は祖母と同じくらいゆっくりと歩きますね。はい、こんな日本語で言ってみてください。
ださいね。はい、私は祖母と同じくらいゆっくりと歩きますね。はい、だから大元の文章、私はゆっくりと歩いた、あ、過去だ、過去、これ過去だ。で、ね、歩きましたっていうね、意味なので、はい、で、誰と比べて、はい、まあ、祖母と比べた結果、同じくらいだ。はい、ですので、私は祖母と同じくらいゆっくり歩きました。ね、というような日本語で取ってみましょうね。ということでした。はい、それなんで、形容詞がらまりでのね、文章に関しては比較的スムーズなんです。ちょっと副詞の方がね、まあ、慣れないっていうところもあるのかもしれないけれどもね、ちょっとなんか変な日本語ね、出してしまう人も多かったんで、今日はそこのところちょっと見てみたんですが、どうでしょうね。ちょっと難しい話になっちゃったかな。はい、というところでございました。ね、まあ、とにかく、あずあずで、同じくらい、のっとあずあずで、何々ほどない、まあ、これだけは、まずね、しっかり覚えてください。はい、では、また次回、頑張ります。